だから彼女じゃねえって。ほうほう、彼女じゃないのか。だとしたら彼女じゃないその子は夜遅くにお前の部屋で何してたんだ。あいつだって俺を先輩として信頼してくれてるから。ダメじゃない、バカだねか。よく考えろよ。お前がちゃんとしてないとその子が変な目で見られるんだぞ。なんとなく想像ついたが、これはほっとけんな。悩みの原因は前に言うてたこのことやろ。桜くんはこのままでいいと思っていないから悩むんやないか。どうにか解決したいから悩むんやないかとおっちゃんは思うんやな。まずはそれをじっくり考えてみるのはどうかな。そして自力での解決が難しいなら周囲を頼ってみるといい。